リンゴルフをご覧の皆さん、こんにちは。リリです。今回は、はい、いつもとちょっと違うんですけど、ちょっと大学の後輩なんですよ。え めっちゃびっくり。青山学院大学。そうそう、青山学院です。すごいまさかのここで知るっていう。そうです、そうです、はい、東京ソープカントリークラブさんに今日お邪魔してまして、はい、リンゴルフミッションゲーム、はい、15マスですね。60ポイント以上の場合は、うんうん、天城風を3000円分。すごい、頑張ります思います。はい、はい、いよいよ789上がり3ホール、うん、上がり3ホール、またパー5で、よくよく見たらアウトコースはパー3が3つ、うん、パー5が3つで、この回にいつもやってる、ちょっと事前にリリちゃんインスタでちょっと質問募集してて、うんうん、まあ、どっかで回答してもらおうかなと思うんで、うんうん、楽しみにしててくださいって感じで、今ゲームはどうですか？意外とないかも。そうね、なかったね。うん、 OK、 じゃあそのまま頑張っていく感じで、はい、行きましょう。行きましょう。筋肉痛がすごくて、今しゃがむのがきつい。ドライバー頑張ります。はい、 おいいじゃん、いい感じ。やったー、おー、真ん中、ナイスです。嬉しい、いいね。ずっとあれだといいね。ずっとあれがいい。今めっちゃスカッとしましたね。昨日行ったのジム。そう、おとといジム行って、うん、でめっちゃ筋肉痛になって、うん、で昨日は打ちっぱなし行って、あ、筋肉痛の状態だったけど、うん、撮影もあるから、うん、打ちっぱなし行こうと思って行ってから、あとピラティス習ってるから、それでピラティス行ってで、それが一番きついメニューだったらしくて、行った後知って、あ、そうなんだ。そう、たまたまね。もうブルブル震えながら頑張ってきました。すごいご飯食べるの好きで、あ、なるほど。そう、食事制限はしたくないみたいな、できないから、うんうんうん、その分体動かして、ね、健康的なスタイルの良さになりたいなって思ってて、それは最高だね。そう、あと、うんうん、体を動かすのがもともと好きだから、その運動した後の達成感とかもすごい気持ちいいし、そういうところもやっぱり好きな理由で続けてます。なるほどね。太ってからだとね、結構きついんだよね。そうそうそう、それ地道に続けて、太る前にね、そう、キープするために。やべ、なんか足長おじさんみたいになっちゃってどうしようこれ、スタイル かかっちゃうんだけど。おう、うん、いいじゃん、広いから、うん、いいよいいよ、このパー5はこれはいいぞ、地道作戦で。やっぱドライバーの調子がいいと、うん、スタート大事。うん、うん、いい感じ。なんか俺こんなに長い影なんか見たことないかもしれない。すごい長いんだけど。なんか全然違う人だよねこれ。でもこんな足長いとすごいスタイルよく見える。ちょっとあれしてよ、ランウェイ、ランウェイ影で。あ、やばいやばい、風邪ちゃった。いい感じ。うん。7番いいね。ちょっと右に行くぐらいで。うん、じゃあ次はアプローチで打っていきます。はい、お、うん、いいいい、もうちょいだったな、ね、でもオッケーオッケー、やったー、まっすぐ行くだけで嬉しい。うん、うん、どんまい、OK です。どんまい、ありがとうございます。質問、はい、回答してっちゃおうかなっていう感じで、はい、まあ、ちょっと数に限りがちょっとあるかなってあれなんですけど、うんうん、まあ、できるだけ答えてってもらおうかなと思います。はい、じゃあお願いします。普段何の仕事してますか？
新卒で商社で今働いてます。 OL してます。ベイスターズファンの理由が知りたいっていうのは、父がもともとベイスターズファンで、でお家で毎日試合を見ていたのを一緒に見ていたらどんどんハマってって今応援しています。何歳ですかって、10月30日で25歳になります。でゴルフを始めたきっかけとかありますかっていうのは、もともと社会人になる前にやっぱゴルフができた方がいいなっていう思っていて、でそれで就活が終わった後に練習を始めたのがきっかけです。やっぱアウトドアのスポーツって結構自分はあんましてこなかったので、そういうゴルフをすることで自然あふれるところに行けたりとか、そういう癒されるところもすごい魅力だなって思ってます。ね、華道やってるのすごいですよね。上品で素敵です。ありがとうございます。めっちゃファンじゃないですか。知ってますね。すごい。うん、これは、会社に部活があって、で華道部に入部したのがきっかけで、今までチアリーダー部とか体育会の部活入ってたので文化系の部活やって、まあ、新たな趣味を増やしたかったっていうのがきっかけでありました。でスタイル維持の秘訣は、そんなに自分がすごいスタイルいいかわかんないんですけど、でもご飯とかあんまり食事制限がもともとできないので、たくさんご飯を食べつつその分スポーツとかしてストレスなく健康的な体になれるように頑張ってます。うん、普通ね、やっぱりみんなね、社会人になって動かなくなって、それが脂肪に変わって増えていく、そこから始めるとかになってくると思うんだけど、コツコツ頑張っていきたいなって思ってます。うん、まあ、それがね、ご飯をちゃんと食べたいからっていうねいいじゃん、それは制限できない。正解、正解だよ、それが。うん、好きなタイプ、多分あげたらいろいろあるのかもだけど、うんうん、結局今まで好きになった人とかもタイプバラバラで、だから好きになった人が徐々にタイプになっていくのかなって思ってて、うんうん、でもあげるとしたら自分を大事に好きって思ってくれるとか、うん、一途さだったり、あと一緒にいて落ち着くとか笑顔がすごい素敵で、うん、一緒にいるだけで幸せだなって思える人がタイプです。じゃあ最後、リンゴルフよく見てる、あ、嬉しい。リリちゃんのフォロワーさんだもんね。うん、すごっ。そう、リリちゃん出演嬉しいって言ってくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今回はご依頼いただいてこのように YouTube に出させていただいて、全然ゴルフ女子っていう感じで活動してなかったんですけど、このような機会いただけてすごい嬉しかったです。はい、それね、エンディング、あ、エンディングまあいいや、まあそんな感じでね、はい、いっぱい来ていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ、あと2ホールいっちゃおうかな。パー3、打ち下ろしだからちょっとあれだね、リラックスして。あの左のバンカーは怖くないでしょ。うん、怖くない。怖いけど怖くないって言えば怖くない。わあ、打ち下ろし、結構打ち下ろしてるね。うん、行きます。お、お、え、すごいじゃん。すごい。やった、やば、やった。え、ベストショット、ベストショット、ベストショット、このこのラウンド1のベストショット取れました。おっす自分で言っちゃうめっちゃ嬉しい。やばい、あ、絶妙です。乗ったん、これ乗ってる。え半分グリーンぐらい、うん、半分、4分の3グリーン、4分の3グリーン、うん、4分の3グリーンに見える、うん、じゃあ乗ってんじゃない。乗ってる、飛車誤入したら乗ってる
やったわお。ああ確かにこっちからそうだね、うん。なんか上から見ると分かりづらいな。確かにこのでもこっから見ると。うん。おー次勝負だ。次勝負。あ、うんちゃん。あ、いけ。ああ。なんかさっき待ったな。デジャブ。感覚良さそうだね。なんか。そう、感覚はちょっと良くなってる気がする。オッケーボギー。オッケーボギーやったー。ありがとうございます。9番ホール。9番ホールラスト。じゃあちょっとミッションゲームのホール紹介を。はい、じゃあ今回9番ホールのパー4。うんで、303ヤードです、うん、で、右ドッグ、うんうん、で、結構右の方に行ってるのでまあちゃんとまっすぐ打ちつつあとグリーン周りにバンカーが結構あるのでそこをうまく避けつつもしっかりまっすぐ飛ばせるように頑張ります。はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあラストドライバー頑張ります。おお、うん、いいね。いい。まっすぐ。いい感じ、うん。よかった。もう後半いっちゃう？調子よくなってきたから。ナイターやっちゃう。ナイターやっちゃう。徐々にドライバーの調子が上がってきて嬉しい。ね、スタートね、7番アイアンでそうそういけるから結構安定しそうだよね。うん。半年分の。ブランクを徐々に取り返してきたかな、うん、おお。うん飛んでるね。いい感じ。あ、バンカーの手前、うんうん、やったいいん。なんか調子が上がってきた。まっすぐ飛ぶようにもなっちゃった。でも前は最後のホールらへんになると結構調子が落ちちゃったりすること多かったから嬉しい。なんか成長を感じる気がする。うん、いいじゃん。うん、どうした。ナイスナイスナイス。9ホール目にしてすごい順調。順調なことが嬉しい。次で乗せたい、うん、アプローチで打ちます。いいじゃん、うん、どうした。やっぱいいんじゃない。めっちゃいい。おー、すげえ止まった。やった最高。順調すぎる。やったー入りました。はい嬉しい。やったー、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、リリちゃん今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。あ、本当ですか。はい、あ、よかったです。ミッションゲームのクリアした数は12うん、かける4ポイントで48ポイントでした、うん、ってことは、まあ、岐阜はないです。嬉しい。と今回はラウンドが本当半年ぶり、うん、で久々だったので、うん、すごい緊張してたんですけど、うん、でリンゴルフさんにこういう風にお声掛けいただいて、うん、ラウンドを撮影してもらえてすごい貴重な経験になったし、うん、もっとゴルフ頑張りたいなって思えるきっかけになったので、うんうんうん、今後もまたこのような機会があったらぜひお願いしたいなと思います。ありがとうございます。はい、すごい楽しかったです、うんうんうん、ありがとうございました。そう、結構ね久しぶり、ほら、まあ、メインがさゴルフゴルフじゃないからさ、うんうん、そうそうあれだったんで、でもその中出ていただいて、うんうん、嬉しかったし、どういうことやってるのかなとか気になる方とか多いと思うんですよ、うんうん、はいはい、そこに対してそのゴルフのこうたくさんやってるとかちょっとしかやってないって関係なくて、うん、この子ってどういう子なんだろうみたいな、うん、曲だから、その僕もいろいろお話ができて面白かったし、うん、はい、はい、そうですね。リンゴルフさんは結構ゴルフをたくさんしてる方が見ているチャンネルだと思うので、こうなんじゃないかとか打ち方とかなんか
アドバイスとかあったらぜひコメントにも書いてもらえたら嬉しいです。あ、なるほどね、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.